秘宝パリサンジェルマンさん、完全崩壊。エムバペに続きネイマールも。ネイマールは2013から2017年までバルセロナで活躍し、UEFA チャンピオンズリーグ制覇やリーグ優勝など数多くのタイトル獲得に貢献した。2017年8月に当時の史上最高額となる2億2000万ユーロで PSG へ移籍すると、昨季は公式戦29試合に出場し18得点17アシストを記録している。PSG との契約期間は2027年6月まで残っているが、今夏に移籍することを考え始めたようだ。同誌はタイトルにネイマールが PSG に退団を希望とつけ、退団する意思をクラブに伝えたと報じている。主な動機は5月に PSG の熱狂的なサポーター団体の一部がネイマールの自宅前で退団を要求したことと、バルセロナに戻りたいという本人の希望が一致したことだという。これまでは PSG もネイマールの売却に前向きだったが、エムバペがチームを去る可能性が浮上したため、今ではネイマールの退団を望んでいないとされている。大丈夫だ。イガンインがいる。2点3点しそう。これはどうぞどうぞでしょ？買い手がつかないだけでしょ。PSG 完全崩壊か。もともとサウジの台頭で選手取れなくなって終わっていたが、エンバッペと違ってどうぞどうぞでは？むしろ出てけコールされてるし、バルサに戻りたいと言っても誰もネイマールを歓迎しないだろ。メッシもエンバッペもネイマールもいなくなったら誰が看板選手になるんだ。フランスからスペインへ転がりながら入国しそう。全盛期にパリなんて行っちゃうから。韓国人が入ってきたから逃げるんだろ。ネイマール、メッシ、エムバペいなくなってきたのがしょぼい韓国人とスペのデンベレウ。終わりだな。エムバペをさっさと売ればと思うけど、金には困っていないからややこしい。今は三笘の方が上。来季のエースが本当に胃がん炎になりそうなんだが。シミュレーション王に俺はなる。チーム崩壊してるじゃん。PSG のクラブ価値が下がってしまうな。キャドアンの登録も怪しいのに。